エリーザベト・フォン・アイケンは、ドイツの風景画家、工芸家である。アイケン、アーレンスホープ近くの港の漁師ミュールハイム、アンデアルールの商人、工場主の娘に生まれた。1871年から1878年の間、地元の学校で学んだ後、パリに出て、挿絵画家、風景画家のエドモンヨンなどから絵を学んだ。この頃、バルビゾン派の画家や、 アルフレッドシスレーから強い影響を受けた。ベルリンに移り、画家として働き、パウル・ミューラー・ケンプフや、アンナゲル・レスハイ村、多くの画家が活動していた、バルト海沿岸の漁村、アーレンス・ホープの芸術家村で活動を呼んだ。1894年から大ベルリン美術展に出展を始め、国内、国外の展覧会に出展した。ベルリンに移り、 ベルリン女性芸術家協会やドイツ帝国芸術家協会の会員になった。1894年にアーレンスホープにスタジオと住まいを建てた。1897年に貴族ピープック家の出身でクアシルの領主のヘンリー・エドラー・ホン・ピープックと結婚したが旧姓のママ画家の活動を続けた。工芸家としては陶磁器のデザインや家具もデザインした。 ポツダムで死去した。ありがとうございます。